今日はゴーゴートレインで遊ぼうね。アンパンマンのゴーゴートレイン、これが背景だね。こんな感じで広場で線路が敷いてあって、その中にあカレーパンマンが釣りをしてたり、みんなアンパンマンの友達が遊んでいる。こっちにはジャムおじさんにバータコさんもいるね。そしてこの中を走る列車がこのゴーゴートレイン、この線路の上を走るよ。そしてその乗客がメロンパンナちゃんやバイキンマン、そしてあこれはアンパンマンは運転手なのかな。こんな感じでいろんなパーツがあるから切り取って組み立てていってみようね。よいしょ、まずは切り取っていこう。これは駅になるのかな。よいしょ、そして木とかもあるんだね。この辺も木だね。よいしょ、結構いろんなパーツがある。あこれ食パンマンに、そしてドキンちゃんもいるんだね。ゴーゴートレインに乗せていってみようね。よいしょ、結構いろんなパーツがあるから一生懸命ちょっと取っていくよ。よいしょよいしょよいしょよし、これで全部のパーツが取れたかな。それじゃあこのパーツを組み立てて行ってみようね。まずは駅から組み立てて行ってみようかな。こうやって折り曲げて、よいしょ、そしてこの数字と数字をこうやって折り合わせながらつないでいくんだよね。よいしょ、ほんとよくできてるよねこれ。よいしょ、こうやってつなぎ合わせていくと、こんな感じで立体的な駅ができてきたよ。ここのところに屋根だね。この屋根、どうやってつけるのかな？こうか。こんな感じかな？よいしょ。よいしょ。よし。これで駅完成だよ。駅はとりあえずここに置いておこうかな。そして、この木から行こうかな。木はこうやって立てられるようにして置いていくんだよね。もう一本。よいしょ。これは結構簡単に作れるよ。そして、あとはこのトンネルだね。トンネル。よいしょ。こうやって、ちょっとアーチ状にしていくんだよね。よし。そして、ここをこうやって内側にこう入れていって、それからあてこれだね、このパーツ、これが3はこっちだね。3とよいしょ4を合わせて、よいしょ、こうしていくとこんな感じで、よし、これで、こうすることによって、立てることができるようになっていくのかな？よし。そして、こっちの逆の方も、この数字を合わせて、よいしょ。よいしょ。こうだね。よし。これで、こうやって、もうちょっとしっかり折り込んでいって、これでトンネルができたよ。トンネルもこっちに置いておこうね。それから、このアーチ状の部品は、ここに線路、ちょっと山を登って降りる感じの線路、これを作ることができるみたい。
よいしょ。ここに数字がまた書いてあって、この数字とこの数字が合っていくはず。だからこっちだね。ここに10番。ここに10番を入れて、よいしょ。こんな感じでアーチ状の線路。そして逆の方にも同じようにあって、これ5番と5番だね。ここをこうやってつなぎ合わせて、また同じようにやっていくよ。よいしょ。いけるかな？よし。これで完成。この線路はここに置こうね。こうやって川を渡る感じになるんだよ。それからこれ、踏切の警報器だね。どんな感じでこうくっついていくのかな。よいしょ。こうかな。この形だね。これは番号じゃなくて形をこうやって合わせていって、よいしょ。そしてこれでいいんだな。そして遮断機はここのところに入れてあげるのかな。よいしょ。どうやって入れるんだろう。これでいいのかな。よいしょ。これをこうやって、こっちからこう入れると、これでよいしょ、遮断機。こんな感じで大丈夫かな。よし。それじゃあこの午後アンパンマン号に乗るお人形さんたちを作っていこう。まずはメロンパンナちゃん。よいしょ。メロンパンナちゃんをこうやって作っていくよ。よし。そしてバイキンマン。バイキンマン、ここにこうやってこの紙は取ってあげないとだね。そして同じようにこうやって、よし、バイキンマンできた。俺様バイキンマン戦闘がいい。しょうがないわね。メロンパンナちゃんが席を譲ってあげたよ。よいしょ。そして食パンマン。食パンマンに、よいしょ。食パンマンが後ろに乗って、さらにその後ろの方にはドキンちゃんが乗るんだよ。よいしょ。食パンマン様、一緒に乗ってください。ドキンちゃんとっても嬉しそうだね。それで運転手はアンパンマン。アンパンマンが運転手で、よいしょ。運転席に乗って、これで出発進行。午後トレイン、いろいろ組み立てて楽しかったかな。チャンネル登録してくれると嬉しいな。じゃあまた次の動画で一緒に遊ぼうねー。